収益直後と、おぼしき5000系、電車5000系のレプリカと停留所、標識東京都交通局5000系電車は、1930年に登場した東京都交通局の路面電車車両である。1930年に5001から5012の12両が製造された、東京市電発の反抗生産、扉ボギー車である。 当初は5年間にわたり、毎年12両ずつ増備する計画であったが、当時の不況で実現せず、その後1943年になって、戦時下での輸送力増強のため5013から5024の12両が増備された。製造メーカーは、どちらのグループも、全社に一本車両製造である。大車は1930年製のグループは、 軸箱盛り式の D-12、1943年製のグループは、ウィングバネ式の D-14 を装備し車体にも、微妙な差異が見られる。また1930年製のグループの軽音機には、東京市電で初めて、タイフォンを装備したが、音が大きく騒音防止のためほどなく、一般的なフートゴングに交換された。終電装置は製造当初、 トロリーポールを前後に一本ずつ装備していた。落成当初は方向膜の向かって右側に系統表示膜が存在していたが、これは小さすぎて視認しづらいと乗客に不評で、後に通常の系統板を使用するようになり、系統表示膜用の小窓も埋められた。1930年の心臓直後から廃車まで5001から5024の前車が、 新宿車庫4月からは大久保車庫に配備され、戦時中に一部が広尾車庫と柳島車庫に疎開したり、工術のように1950年代にごく一部の車両が三田車庫に配属され、1系統の限定で運用されていた以外は、もっぱら11.1ミリ系統専用として使用された。事故や車庫火災による廃車はないが、1945年5月25日の 空襲で5013.50205024の3両が被害を受け5020が廃車となっている。その後5013.5024の2両は、前田車両により復旧工事が施されたが、欠番を埋めるため百四十七年二月一日に千二十二が五千十三に、千二十三が千二十二開板されていたため、二十二点五零二三に、 解板した上で1949年3月に復帰した。なおこの2両は復旧工事の際に終電装置がトロリーポールからビューゲルに交換されており、他の車両も1951年の2月から4月にかけてビューゲル化された。1957年からは、 戦時下の製造で痛みの激しかった1943年製のグループの車体更新が行われ中扉を撤去して前後に扉車になった更新は5015.5017から5021の6両が何和後期によって1957年末から翌1958年3月にかけて 5013.50145016.50225023の5両が、交通局芝浦工場によって1960年に行われた。また1930年製のグループも1960年に芝浦工場を呼び、大英車両によって更新されたが、あと、扉を撤去して、中扉を後寄りに移設するなど、かなり雰囲気の違う車両になった。 また、試行会社、工場によって、張り上げ屋根と、普通屋根の層や全面上部の処理などの仕様が、異なり、更新後は少数派の割には、個体差が大きくなった。5000型は1953年に登場した5500系、対象末期に、わずかな期間在籍していた2501型に次ぐ、大型車であったが、都電において13メートル級の大型車が、 営業運転可能なのは11.12系統の他には一時期に本形式の一部の車両が配属された三田車庫担当の1系統ぐらいであり三田車庫以外の適切な転属先がなかったそのため1967年からの 古電撤去計画の進捗に伴いた車庫からの転属車に置き換えられ、同年12月31日付で5015.50165022が、1968年1月20日付で、残り全車が廃車になった。5011号の車体が、東京都西東京市内の個人宅に保存されている。状態は良好であり、 この5011号が唯一現存するとでん5000系である。このほか新宿歴史博物館には、車両前半部のレプリカが展示されており、一部の部品は、実物を使用している。かつては、東京都小金井市の花小金井幼稚園に5017号が、保存されていたが、すでに現存しない。ありがとうございます。